こんにちは、ゆうすけです。よっしゃ、次は究極の小さい糸牛を作っていきましょう。糸牛です。一番簡単な作り方は、この前板で作った紐状の球ありましたね。あの紐状に作ったお球からピックアップして作る方法が取っかかりとしてはいいのではないでしょうか。もう一回作ってみますね。この糸状のお球、板から作り出した糸状のお球をさらに、また前回にお話ししたように指でそーっと滑らせて、さらに細いものを作っていきます。だいたい細く作っていくと、だいたいこう見えますか、細い、まるで針ぐらいの細さに仕上がっているはずです。この細いお球を作り出すことができれば、こんな感じです。簡単ですよね。もしもこれぐらい細いお球を作ることができたら、それはあなたが使いたいと思う場所どこにだって置くことができるようになると思います。きっといい相棒になると思いますよ。ぜひやってみてください。さよなら。The point we have to be. Oh no!